自分デッキチェアに座ってくつろいでるから、ここにバスタオル敷く意味何にもないんですよ。敷いてるですね、このバスタオルと椅子、この配色が同じなところにちょっと注目してもらいたいと思います。えー、単に偶然とか手抜きじゃないんですね。おそらく揃いのですね、 あの、椅子とデッキチアとバスタオルなんでしょう。多分、高級ホテルか、あの高級客船の払い下げ品だと思います。そういうふうなものだったら、えー、同じ色の色味でですね、あり売りますから。 ここのバケツにですね、わかるかなシャンパンが突っ込んであります。ちょっとボトルの首の先のところが大きくなってるんで、シャンパンとわかるんですけど、ボトルのあの、バケツの中で、冷やしてるというかな、もう氷も溶けちゃってるんでしょうけど。で、このシャンパン意味がわかんなかったんですよ。なんか、空賊を倒した時の乾杯用かなと。ワインかなと思うけど、ワイン冷やすあバカはイタリアにいないんでですね。こう、注目してほしいのはです、ね、ポルコ、手袋までしてるところなんですよね。あの、ネクタイして手袋してるんですよ。 ちょっと変だと思いません、ね。あの、仕事熱心かなと思ってたんですけどもですね。えー、ポルコの返事。まん、あ、まあ言うと安い仕事はやらないぜって答えながら、まあ、足をですね、あの、足で机を近くにずっと引き寄せてラジオを切ると。なかなかもう仕事やる気満々なんですよ。でおまけに服見るとさっき言ったみたいに、きっちりと戦闘服着込んで、まあ、航空服ですけどね、シャツにネクタイ締めて、手袋までしてフル装備なんですよ。で、これがじゃあ、果たしてポルコの普段着なのか。 普段からこんな戦闘服を着て用いバッチリで待ってる。で、それで昼寝してるような男なのかって、そうじゃないんですね。これね、あの、後で出てくるですね、ポルコの普段着なんですけどもですね、<laughs> これがポルコの普段着なんですよ <laughs>。あの <laughs>、 これがいつもの服でですね、タンクトップにですね、まあ、ショートパンツなんですね、当たり前ですけどもですね。でつまり、このファーストシーン、冒頭のシーンのま、あの、ポルコはですね、もうすぐ出撃準備が、出撃要請ですね、もうすぐ電話がかかってきて出撃してくれと言われるのをわかってたんですね。わかってる、知ってるからですね、戦闘服をもう着て、ネクタイ締めて、手袋までして、なぜかシャンパンまで用意して、 で、電話を待っていた。で、電話を待ってるうちに、ポルコの予想より電話がかかってくるの遅かったから、いつの間にか寝てしまってた。っていうのが、このシーンの真相だと思います。ベニスからのチャーター船が狙われている、鉱山銀行の給料を積んでるんだ。それだけかっていうふうにポルコが聞くと、いや、その、って言いにくそうにですね、バカンスツアーの女学生の生徒たちが乗ってるんだ。 っていうふうに電話の主がいます。そると、ポルコすごい嬉しそうに、そいつはちょっと高くつくぜっていうふうにニヤッと割るんですね。もう実に嬉しそう。この知らせを待っていたっていう感じなんですね。で、なんでポルコはすぐにですね、あの、すでに出撃用の戦闘服を着込んで、シャンパンまで用意してネクタイを締めて手袋をしてたのかっていうのは、僕が思う一番可能性が高いのはですね、ベニスからのチャーター船に大量の金貨、 ですね。鉱山会社の給料ですから、それはもう大量の金貨なんです。が乗ってることと、女子大生が乗ってることを知っていると。バカンスツアーの女学生というふうに言ってるから、多分ポルコは反射的に女子大生って考えてるんですね。<laughs> 女子大生が乗ってることを知って、ポルコは知ってた。となると、これは襲われるに違いないと。そんだけの金貨を一度に運んで、おまけに女の子も乗ってるとなると、まんま言うと段あたりが見逃すはずがないと。じゃあ、電話かかってきたらすぐに出撃できるように、 フル装備で待ってようと。で、まんま言うとなんかすぐに倒して、で、その、なんだろうな、多分襲われて、えー、連れて行かれて誘拐される女子大生は素敵なおじさまが助けにくれたというふうにびっくりするだろうと。さあ、ここがおじさまの隠れ家だよ。二人きりで乾杯しようと。そんなことを考えたんじゃないのかなと。<laughs> なのでですね。なのでですよ。これなんですよ。この、 必要のないバスタオルはそのためですね。だって自分デッキチェアにすす、座ってくつろいでるから、ここにバスタオル敷く意味何にもないんですよ。だからバケツにシャンパンを突っ込んでたっていうのは、狙った空襲を退治した時の乾杯用で、で敷いてるバスタオルは何かというと、おじさま、ここの海切れ、すごい、この秘密基地、私ちょっと裸になって日光浴くしたいわ。あら偶然、こんないいところにバスタオルがっていう感じをですね。その時のためですね。で、 これをですね、なんか考えると、最初のシーンももう違って見えてきちゃうんですね。このちっちゃいボートもですね、僕は最初考えたのが、いや、船が飛べない時、飛行艇が飛べない時用の連絡用かなと思ってるんですけども、これはね、女子大生とボートを乗るためにわざわざこの位置に止めてですね、準備してですね、この島星空も最高なんだよって言って、なんとか夜まで引っ張っててですね、で、おまけに後ろを見るとですね、この島、なんかね、あの、 ドアがあって窓がある家があるんですよ。これあの、みんな気がついてました。実はポルコの、えー、秘密基地って家あるんですよね。じゃあなんでこんなドアがあって窓がある家がちゃんとあるのにここにテントを張ってるのかっていうと、もうこれはですね、こんな男状態の汚い家なんか見せたくないからで,で、ロマンチックなテントと灯油ランプをわざわざ用意してたのに、後にそれをですね、フィオンに使う羽目になるとは、とほほっていう、こういう流れの実は話なんですね。 最後までありがとうチャンネル登録してってね。